今日あったこと、見たことは誰にも話さないこと。まあ話さないと思うけど。死にたい？死にたくないでしょ。いや、これ跳ねたら胸が揺れるじゃないですか。そうするとやたら胸ばっかり見る人とかいるわけですよ。そこだけネットに上げられたりとか。いや、それはたまたまこのスタッフの胸があっただけで、大丈夫だと思うんですけど。嬉しくて歌っているのか、うるさいと怒っているのか、ちょうどその時間にお腹が空くのか。犬の気持ちなんて誰にもわからないとみんなは言うが、僕にははっきりとわかる。懐かしいのだ。今は亡き母犬を思い出しているのだ。私は誰と付き合ってたんでしょうね。なんかさ、トウモロコシ、うん、ばあちゃんがくれた、ばあちゃん、近所のばあちゃんくれたんだって。やばいよね。何がやばいの？日常的に人って埋められているものなんですね。まあ埋められてると思いますけど。今月いっぱいでうちの会社を畳むことになりました。やっぱ変だよ。何が？見られながら死ぬの。だいたい自殺するのが変なんだよ。